まあ、よく神秘神秘って言われるんですけども、白い材料を使えば神秘っていうわけではないので、やはりその、まあ、神秘修復治療の目標っていうのがありまして、やはりその修復物の形態、色の回復、周囲組織との調和、更新、あと願望の成就であったり、まあ、基準線があるんですけども、やはりその最終的には笑った時のスマイルラインに調和をして、願望と調和してるっていうのが最終ゴールだと思うんですね。ただその個々の派にして言わせていただければ、やはりその好みというか、そのニーズといいますのは、やっぱり患者さん個々によっても違いますし、患者さんとドクターでも違うので、こちらがいいと思ってても患者さんはいや、いやだっていう。で、まあ、やっぱりなるべくであれば患者さんのニーズに応えながら、そして先ほど言ったその心理、機能、形態の回復なので、まあ、必要なものは説明させていただいて、そして患者さんのニーズになるべく近づけて、先ほど言った最終的にはそのスマイルライン、願望との調和を心がけて、治療計画を立案しています。でそのために大事なのは、やはりその診断用ワックスアップといってですね、その最終ゴールを見据えた、まあ、ワックスで形態を回復するんですけども、最終的にその形態を作ってゴールが見えたら、そのゴールに向かって何をしたらいいかっていう、まあ、トップダウントリートメントっていうんですけども、そのこうしてこうしてこうしたらこうなりましたではなくて、こうしたいからこうしていくんだっていう明確な道筋を作って、で、ゴールに向かって一つ一つのステップを正確に進んでいくっていうのが心理修復の成功のゴールだと思ってます。でそれに準じて私自身も、まあ、患者さんの意見を聞きながらワックスアップをしてゴールを見せた治療をしています。最初にその、まあ、患者さんの資料、基礎資料の、まあ、基礎資料の収集っていう、治療っていうのは失礼なんですけども、まあ、治療計画を立てる上で必要な資料っていうのはやはりあるんですよね。でその中でやっぱりその、まあ、心理修復っていうと上顎前支部のエステティックゾーンと言われる、上顎前支部っていうのが、まあ、心理修復エリアと、まあ、言われることが多いんですけども、特にその前支部の場合、やっぱりその模型を作成して、でそれを光合器に装着して、で形だけ作ってもそれが患者さん その機能、まあ、顎の動きですね、それと調和してなければ壊れてしまうので、それに調和をする、機能と形態に調和をする、まあ、綺麗な形態っていうのをワックスアップで作成をして、でそれを実現するためには、例えばインプラントであればもう自然と最終的なゴールが決まれば埋入ポジションというのが決まってくるので、あとはその埋入したインプラントと補鉄物の間をきれいにこうつないでいくっていう、そういう作業をしているんですね。なので最初の時点で、まあ、エスティメイトというか大体 その最終ゴールを見据えて、で患者さんとのお話の中で最終的な、方法、材料、まあ、ブリッジでいくのかインプラントでいくのかとか、そういうことが決まったら、今度はもう一度最終的な、ワックスアップをもう一度行って、そして仮歯に置き換えて、患者さんと、まあ、その仮歯自体もその患者さんとドクターとテクニシャンの、まあ、コミュニケーションツールになりますので、その仮歯を足したり引いたりしながら最終補鉄物の形態に近づけて、で患者さんの、まあ、満足が得られればそれを参考に最終補鉄物を作っていくっていう流れで治療を行っています。心理だけの話になってしまうとちょっと説明がしにくいので、そのあくまでも心理っていうのは実は当たり前なんですよね。見た目が綺麗じゃない補鉄っていうのはまずありえないので、心理的に成功してるっていうのはもう大前提なんですね。でもそれを長期的に、まあ、インプラントもそうですけど長期的に持たすためにはそこだけ集中してやってもダメなので、やはりその全額的な歯周病の治療であったり、あとはその、まあ、病的な歯周病の治療、もしくはその補鉄物の維持のためにやる歯周外科処置、あとは全歯部に特化してですけども形態を整えるために歯周形成外科っていうのをやるんですよね。なので1本だけ白くて1本だけ綺麗でも周りと先ほど言ったように調和してなければ意味がないので、その対象歯の本数にもよりますけど、もしその上顎前歯部6前歯全部綺麗にしたいっていうことであれば、その歯周病っていう意味での歯周治療もしますし、その最終的に入れる補鉄物がそれこそ綺麗になれるように、その周囲の形態も
処置してからそういうですからやはりその先ほど言ったように白くすれば真美修復ではないので材料だけではなくて周りの環境をいかに整えてそして最終的なものがいかにきれいに入るかっていう環境作りっていうのが一番大事なのでそれはやっぱり時間を割いて補鉄物作成よりもその土台作りに時間を割かないといけないとは思ってます。自分の中にはその全学的な補鉄もそうですし、まあ、それプラスその審美歯科に対する明確な基準というのがあるので、まあ、それを山田先生と共有しながらしっかり患者さんに還元していけたらいいなと思っています。まあ、基本的には患者さんも特にや、まあ、ニーズといいますかそれに準じたいと思うんですけれどもアドバイスはします。例えばまあ、芸能人で明らかに歯だけ真っ白な方とかいらっしゃるじゃないですか、まあ、それをいいと思うのかっていうのをまず聞いてですねまあ、平均的な特に日本人の平均的なその歯の色であったり形態だったり、まあ、長さっていうのはもう平均値っていうのが出てるんですよね。そういうのを参考にこれが基準であって患者さんの望むものはこうだからこれだけのギャップがありますけれども、まあ、僕としてはここぐらいをお勧めしますと。でもそれでもやはり患者さんがいや私はここだと言ったらやはりそのまあもしそれが自費診療であればやはり患者さんの、ニーズに応えなければいけないのかなっていうのはまあジレンマではありますけれども、まあ、そこは最終的に入れる前に何度かやはり患者さんとそのまあ相談をさせていただきながら最終的に決めていくしかないと思うんですけども、まあ、常識的な範囲内でアドバイスはさせていただいてで最終的に患者さんに決定をさせていただくっていうのが、まあ、今まで自分がやってきたやり方なんですけど、はい、まずはやっぱりその患者さんの、例えば不安に思っていることを料金にしてもそうですし術式にしてもそうですしあとは、まあ、これはあれなんです、まあ、保証であったりとか、まあ、そういうこともあると思うんですけどそういう基準がまず明確になっているということとあとはやはりここまなみ歯科クリニックのように院内に移行士さんがいて何かあった時にそのフォローアップといいますかそういうこともしてくれるとかあとはそのチェアサイドに移行士さんがやはり来てくれて直接ニーズに合わせて微調整をできたりとか色の調整ができたりっていうのはやはりその院内にその、その補鉄物まあ審美補鉄ですねそういう補鉄物を作れる技工士さんが常駐してるっていうのはすごく強い味方なんじゃないかなと思います。はい、まあ審美修復っていう言葉がちょっと先行してしまって特別なもののように思われがちなんですけれどもやはり歯科治療特に修復治療をしていく上で審美的っていうのは実は当たり前なんですよね。なのでそのただその当たり前のことをゴールとしてその結果を出すのが実は難しいのであってなのでその先ほど言ったようにただ白いものをかぶせたり白いものを詰めたりっていうのが審美修復ではないのでやはりその、周りの環境づくりっていうんですかねその歯周病も含めてあと形態も含めてあとは先ほど言ったように願望と調和して、その患者さんが自信を持って、笑顔を作れるその修復を心がけて診療してますのでそういう希望がある方はぜひ相談していただければその手助けをさせていただければと思っています。